どうもなおちんです。本日は戦国無双5やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日は明智光秀を使っていこうと思います。光秀は刀と火縄銃どっちとも使えるので、今日は刀を使っていこうと思います。明智光秀の刀の技を見ていきましょう。まず固有チャージはチャージ3、そしてチャージ5です。まずはチャージ3。刹那で終わる。刹那で終わる。このチャージ3だけども範囲は狭いです。特に横の範囲狭い。でもチャージして撃つとかなり先の方まで届くので、撃つのであれば貯めましょう。続いてチャージ5。このチャージ5は強いね。信長はここが固有チャージじゃないんで何回も何回も切ってヒット数が稼げます。でも光秀はここにね固有チャージがあって、この遠くまで飛ぶ斬撃、これがとにかく強い。使うのであれば必ず貯めてから使いましょう。もう範囲がねやばいよ。それでは行きましょうか。ユニーク装備ね、ようやくね1個ゲットした。ようやく1個だね。でもまだまだあるよね。あと13個か。長いね。でこれね、どこでも出るのかと思ってたらそうじゃないね。ある程度っていうか、決まったクエストを、決まったキャラクターを使ってクリアすることによって入手できるみたいですね。うん。で、その情報がまだいまいちできてないっていうところだな。うん。まあまあ、情報はすぐに出揃うとは思うんだけども、うん、まあ、全キャラのね、ユニーク装備ゲットできるようにやっていきましょう。あ、いいね。このね、光秀のチャージ5か、これのこのため、これがとにかく強い。ためは強いね。かなり先の方までやっぱ飛んでいくんで使い勝手が抜群だ。うん。これなんだ、信長もねここに固有技があるんだけども、信長のはヒット数がめちゃくちゃ出るっていうやつで、で光秀の方は範囲がすごく広いっていう感じかな。だよね。なのでまあその時によって使い方を変えていけばいいんだろうね。うん。俺的にはね光秀の方が好きかな。うん。範囲を広く取った方が俺は使いやすい。うん。そんな気がする。まあ人によるんだろうけどね。人によるんだろうけども、これは光秀のこの広範囲技っていうのがすごく好きかな。すごい遠くまで行くもんね。しゃあ。遠い。遠いよ。あ、で、ちゃんとね、この無双演武、まあ、模擬戦でも何でもいいけどやるにあたってはやっぱりね経験値とお金がアップする装備、それはねしっかりと持ってきてた方がいいよね。うん。でこういう感じで、ここはちょっと少なかったな。ここは少なかったけど、しゃ、敵がもっとわらわらいるところで一気に経験値とお金を稼いでったらいいね。うん。ああ、なんで食べてる時にそれをやるの。いいや、そこそこ稼いだんじゃない。ここも稼ぎたい。ああ、ミスった。短いのよ、特に経験値が、経験値のやつが短いんだわな。うん。でも経験値が本当これ重要。まだね全然
全員をねレベルマックスにできそうにないもん。まだまだ、これはもっとねこれ頑張っていかなきゃ無理だね。いい感じいい感じ。おお2000体か、ここ敵多いね。ここもしかしたらさ経験値稼ぎにいいかもしんない。ここはうん、この敵の数はなかなかいないよね。序盤で2000体いるんでここはいいぞ。結構レベル上げにいいかも。ちょっと検証してみよう。レベル上げがねなんかいい場所ってなかなか見つかってないんだよね。でもここ意外とうんうん、ちょっと注目してみよう。いやただ長いか。できれば5分以内に終わりたいよね。5分以内で終えるクエストっていうのがベストだと思うんだよな。にしたらちょっと長めか。もうそろそろボスか。そろそろボスかもしんないね。だいぶ先の方まで攻めてきたから、あこう短めか、短めかも。いけ。でまあスキルがね今まだ悩んでるんだわな。どれが強いのか悩まない。実際今までの感じとちょっと違う気がするんだよね。わあ、火力の上げ方が今までの無双系とちょっと変わってるのかな。もうちょっとなんかうまいねやり方がありそうな気はする。はい、もうちょっと。少しやりすぎじゃねえのか。オッケー、行くぞ。おーっとやるね。よし、オッケー。あれあれ、キャラチェンしてボス2体倒したら終わった。あ、結構ここ短めだな。ここ意外といいぞ。はい、ということで今日は明智光秀の刀装備を使ってみました。やっぱりねチャージ5、チャージ5のため技が本当に強い。あれね敵が笑ってこう来た時にあれをぶっ放すだけで大概全部倒せるのですごく使っていける。まあただねスキルを氷を入れるかどうかっていうのが悩むところだよね。どれが一番ダメージを出せるのか、それも今後調べていきたいと思います。あとね、ユニーク装備も全部ね、取っていきたいと思うので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。